神奈川から移住して6年目の安藤です。今日は相変わらず寒波の影響で雪が、かなり降っております。いい加減屋根の雪の除雪をしないと、大変なことになるので、ただいま屋根の雪下ろしをやっております。まあ、自分家は幸いほとんど自然落下の屋根なんですけど、ここの部分だけ、手掘りしないといけないので、今、夫婦の共同作業でやっております。猫も心配して見に来てますというか、遊びに来ました。どうでしょうか、こげさん。寒いでしょ。ブルブルしてるよ。どうでしょうか、こっち来ませんか、こげさん。興味はあるようですが、雪の上は多分冷たいんじゃないでしょうかね。行ったよ、そっち行った。あ、ごまさんも来ました。兄弟猫です。初めての出演じゃないですか。どうでしょうか、一言ください。雪どうですか。もうただの猫動画じゃねこれ。どうですか、100個ですか。どこに行きたいんだい。戻れなくなるぞ。よし、あんまりサボってると怒られると思うので作業再開したいと思います。ちなみに今、三段掘りしようかなと思って、二段掘り目ですね。なかなかだいたい180センチぐらいですかね、目測で。そこまではないかな、 あったな。まあ、大体自分の身長を超えていたんで、まあ、大体そのぐらいですかね。積もっていたので、もう3等分にして、1層目2層目3層目で、片付けたいと思いながら、1層目はやったんですけど、今2層目の途中です。はい、また、綺麗になったら、動画撮りたいと思います。はい、無事に夫婦の共同作業が終わりました。特に何も喧嘩もせず終わりましたので、はい、こんな感じになっております。で、どうせまた降るのもありますし、結構削りすぎると危ないので、下の層はあまり取らずにやっているので、ちょっと見た目は汚いですが、まあ、安全を配慮すると、まあこのような形で、やった方がいいかなと思います。どうしても下の、ジャバジャバしている、みぞれの状態の雪まで露出させてしまうと、まあ、滑りやすいっていうのもあるので、そこは、気をつけるポイントです。ポイントとなっております。で、あと雪国あるあるなんですけど、まあ一般のお宅では、雪国以外のお宅ではまあないんじゃないかなと思いますけど、この謎のドアがついております。まあこれは単純に雪下ろしのための、ドアになっております。まあここから出入りして屋根に行くっていうのが、意外とこの雪国の、家だと、まあ雪下ろしするような家であると、まあついてる場合があったりします。まあ、あと雪国あるあるですけど、雪国の女性はきっと強いです。はい、というわけで、以上になります。
猫いなくなった。猫いなくなっちゃったね。